にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に向かっております。実はと言いますと、明日山梨県の木漏れ日荘というコテージに泊まる予定で、本日は静岡県の御殿場で、全泊をする予定です。いやー、夏が来ましたよ。いよいよ今海沿い走ってるんですけど、すっごい人、車もだいぶ混んでるな。これ多分御殿場まで大渋滞起きそうなぐらい、もう賑わっております。わかりますよ、私は夏が一番好きな季節なんで、こう出かけたくなります。もう毎日ね、時間とお金に余裕があれば、まあ、ちょっとすいません、喋りすぎましたねというわけで、御殿場までドライブ、結構かかりますね。楽しみまーす。ゲイ君と夏の日は一緒に飲み干す、夏が始まった海に落ちた、海だ海だ海だ、通い慣れたこの道ですけど、うわ夏が来たって実感するね。明らかに人が多いです。うわいいわ、みんな楽しんでる、笑顔かい、みんな笑顔かい。やはり渋滞がひどくなってきましたよ。ただ天気いいし、気分いいんで、全然問題ないですよ。もう全然進まない、渋滞勘弁してよ。ほんときちい渋滞だから、混む道は嫌い。御殿場に着きました。もうあと10分くらいでホテルに着きます。本日宿泊する宿はですね、名前忘れちゃいましたね、癒し所さんだったっけな。あの評価すごく良くて、また御殿場駅付近で結構安くて評価のいいホテルがあるので、泊まってみようと思っております。楽しみだな。到着しました、癒し所観楽さんですね。すごく綺麗です。で、ほぼ満車、人気なんですね。富士山見えるんだけど、逆光で見えないかな。ほらほら影が見えますね。ほらほらほら、綺麗。チェックインしました。そしてお部屋紹介です。すごく綺麗このホテル。これ100円ぐらい払って、多く払っていい部屋にしたんですけど、めちゃめちゃ良くないですか。これ5000円とかだった気がするな、ポイントで払ったんで、ただなんですけど。お風呂も、まあお風呂は普通かな、まあけど綺麗。これはいいわ、これはいい。多く払った分、この椅子とテーブルがついた気がしますね。晩酌の時にあるとね、助かるんですよ。窓からの景色がこんな感じです。吹きガラスみたいな模様がついていて、景色が見えませんね。そして開けたいんだけどね、開け方が難しくてよくわかんないんだよな。ちょっと換気したいな。ふぃ、快適、ほんと快適ですよ。しかもここ寝巻きサムエがあるんで動きやすいですね。あ、寝ちゃいそう。ゆっくりしてたら7時近くになってしまいました。そしてですね、本日は外食する予定なんですけれども、この辺り結構飲食店多いんで、まあ前回行った魚屋本店さんとかもいいかなと思って、事前にチェックはしていたんですが、どうしてもね、一つ見つけたお店で食べたくなったお店だったんで、そちらに行きます。ドドン、あれ乗ってない、あったあった、道頓堀。久しぶりにお好み焼き食べたくて、クーポンをプリントアウトして、でかいこのクーポン持って道頓堀行ってきまーす。道頓堀に向かってます。御殿場に今まで
おそらく4回ぐらいホテルに泊まったことあるのかな。5000円前後、1人5000円前後ぐらいの、全部いい、全部コスパいい、こんなにコスパのいいホテル泊まったことないぐらいいいホテルがありますね、御殿場。ホテルの前にスーパーとかダイソーとかありますんで、もう問題なしですね。安心ですわ。着きました。すげえ楽しみなんだけど。生ビール大を頼んでしまいました。うまそう。いただきます。じゃがバタとポテト餅が来ましたね。チーズ餅うまっ。初めて頼みました。これうまいわ。お、やば、あら、あれ、よいしょ、あれ、あー、おいしそう。見て、うまそうすぎない？お好み焼きってこんなおいしかったっけ。すげえうまいんですけど。焼きそばもハーフサイズがあったので頼みました。うわー、楽しいわ。焼きそばいつもね、外でバーベキューしてもやらないから楽しいね。続いて麺ね。麺もだし、はい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 、楽しいわ。焼きそばもマジでうまい。何これ。デザートのもんじゃ焼きが来ました。本当に毎回思うけど、不思議な食べ物だよね、もんじゃ焼きって。うまいんだよな。おこげ、うまそう。これすごくない？上手。うわ、ごちそうさまでした。うますぎたんですけど。これまあクーポン使ったのもあるんですけども、1人2500円以下という。で、あれだけ約ね2時間近く楽しんじゃったんですけど、これお好み焼き屋さんって難しいですよね。本当に個人経営だと値段が上がってしまうのはしょうがないかなっていうふうに思いますよ。あれだけの時間いてね、これだけ安かったら本当美味しかったし楽しかったんですよね。まあ、しょっちゅうは来れないですけどね、さすがに飽きて。道頓堀最高だな。酒飲める道頓堀最高だな。普段やっぱり車で道頓堀とか行くと酒飲めないんでね。朝ごはんの味噌汁と晩酌用の漬物買ってきます。先に製氷機で氷を。部屋戻ってきました。思ってた以上に道頓堀で楽しみすぎて酔いも回っております。結構外も寒かったので、ゆっくりお湯に浸かってから晩酌しちゃおうかな。ちなみに大浴場もありますんで、そちらに行くこともできますけど、もう部屋の風呂でいいです。風呂上がりました。あっつも暑すぎて、自販機で、ここで売ってる自販機に飲み物買いに行っても水を飲み干してるところですね。お風呂思ってたより全然広くて綺麗ですね。一昔前の、タイプのお風呂、ホテルに比べたら全然綺麗で、で気になるのが Google でここは 3.9 評価だったんですよ。若干あれ低いなーって思ってたんですけど、これはね逆にここの良さを知ってる人からしてみたら 3.9 評価で少しでも人気を下げて、
予約が取りやすくなるんであればチャンスですね。まあ、よほどのことがあったか、オープンしたてで回ってない時に嫌なことがあったかわからないですけど、自分としてみてはもうここね 4.7 か8ぐらいの評価ありますんで、もう本当にねいいです。ここもう語彙力ないですけど、それでは晩酌して早めに寝ますかね。晩酌のお時間です。今日はホテルも良かったし、道頓堀も楽しすぎたんで思いのほか動画長くなってしまいましたね。一杯だけ飲んで明日に備えます。おやすみなさーい。おはようございます。朝です。眠いです。すごく眠いです。見た感じかなりまた天気みたいなので、これは今日が楽しみですよ。チェックアウトの準備します。いつもの朝食です。久々に感じるな、お味噌汁飲むの。チェックアウトしまーす。チェックアウトしました。そして天気が良くて気持ちいいですね。もうだいぶ前泊楽しんでしまいましたね。前から言ってますけど、前泊してる時が一番幸せな時間っていうようなことは言ってましたけど、本当その通り楽しんでしまいました。そして本日はですね、山梨県の木漏れ日荘に向かいます。動画がだいぶ長くなりましたので、そちらはまた後日、アップさせていただきますので、概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。ではまた山梨県でお会いしましょう。バイバーイ。コテージに入りました。相変わらず素晴らしすぎる。やはり動詞の川綺麗だな。これフルーツサンドを買えなかったので、焚き火の前でハーゲンダッツを食べます。焚き火